えー、今日はですね、はい、特に参政、まあ、党支持者の皆さんとか党員の皆さんも,もちろんですねとあの共有しておきたいことがあるんです、はい、それはまさにその陰謀論と科学的アプローチの違いは何かってことなんですね、はいはい、でこれはですね僕が学生時代も大昔に読んだ小室直樹さんの本に書いてあったんですけども、はいうん、この何が科学的なのかということを分ける基準は その検証プロセスが科学的かどうかなんだということです。うん、例えばあの、リングっていう映画が、ホラー映画があって、はいはい、あの中にこう、戦利丸がね、できるというあのお母さんが出てくるわけですけど、はい、あれは実話に基づいているわけなんですね、うんうん。で、それを研究した博士は、ものすごい迫害を受けるわけなんですけども、はい、しかし、小室直樹さんがおっしゃってたのは、しかしその研究過程を見ると、一応合格ラインなんだと。はい、だからそれは、たとえ研究対象は戦利眼という、 その説明できないものであっても、うん、その研究プロセスがしっかりしてたらそれは非科学的とは言えない、はい、科学的と言えるんだということなんですね。ということ,をしっかりと、ね、区別しておく必要があるわけなんですよ、はい、ところが何かあの陰謀論って言葉を使いたがる人の目的はもともと攻撃でしょでもそれに対して反論するときにはですね今僕が言った。 この陰謀論とじゃあ科学的検証の違いがどこにあるかということをちゃんと頭に置いて冷静に反論していただきたいと思うわけですよ。なるほど例えばですねあの、まあ、安倍さんがああいうことになってからもう早くも、まあ2か月 2>、はい、でそれについてこういうふうにあのちゃんと、まあ、まともなはずの言論誌が陰謀だとかって言ってくると、はい、でどう反論するかといったらこれはさっき申し上げたようにね検証プロセスが大事なんです。はい どう検証したかが大事なんです。うん、ただ単に、痛んじゃねえ、こうじゃねえとかって、そういう話じゃないんですね。はい、で一つは、ご存知の方も多いと思いますが、まず僕がやったことは、重層に経験のある、えー、外傷外科医の先生、はい、ドクターですね。うん、えー、その方から長時間話を聞きました。はい。はい で,そので、それが一つね。で、もう一つは、えー、これは動画でやりましたから、ご存知の方も多いと思いますが、物理学者の高田純先生にお越しいただいて、はい、物理学的なアプローチですね。医学の方は、その重層とか、そして司法解剖の矛盾とか、そういうところからアプローチして、 これはやっぱり山上の玉では説明できないとなる、はいで。物理学的アプローチの方は、この全部時系列で見ていって、その音速、弾丸の速度、動画にするときのブレそれから目撃者、撮影者の距離、山上と安倍さんの距離とか、そういうことを全部計算して、見た場合に、一、はい、発目と二発目の間、二発目の0.2秒前に、 安倍さんが被弾しているのがわかるのかとその0.2秒の時差はそれ以外では説明できないというのがです、うん、ですからこのように医学的かつ物理医学的これはね2つの異なる角度から見ていって結果が結論が一緒になるかどうかというこういうアプローチをトライアンギュレーションと言います。それをやったら 両方のその先生方の見解として、これは第三者、他の人間がいたとしか思えないんだということなんです。うん、だそれをもってね、現時点ではまだ仮説なんですけれども、はい、そうつまり決定的な物的証拠があるわけじゃありません。はい、しかし、そういう真面目な、極めて科学的なね、アプローチをしているということ、それが陰謀と科学的アプローチの違いということを、 明確にするってこ三政党はね、その安倍さんのことに関しては、特に公式に何かっていうのをやってないですし、分析前も岡さんのことやってないので、まあ、僕、聞いててそうだなと思うと、われわれ叩かれて例えば、流行り病の注射の話とか、そんなことですよね、それはまさに一緒で、われわれもそういう研究されてる先生たちを持ってきて、こういうデータもあるよと、だから慎重にというふうに言うだけで、 もうそれで陰謀論だと。<laughs> う,んうん。いや、なんでとデータちゃんとあるんですけど、それを基づいて言ってるだけなんです。うん、だから、陰謀論ってぶつけてくる方は先に結論ありきなんですよね。そうなんですよ。ね。うん、持っていきたい結論があって、そうじゃないことを言うと、それは陰謀論なんだと。そ,そうそうそう。いうふうな印象付けをしてるので、それにはまらずに、 ちゃんとその検証方法をきちっと分析して、それは聞くに値するものなのかどうか、それとも単なるあの批判だったり、なんか誘導だったりするのかというところをちゃんと見極めながら情報を取っていこうと。これが政治的なものを考えるときにすごく大事なことですよっていうことを、参政党の方に分かったほしい,い<や>といや、もうその通りですね。参政党の支持者の方には本当にそういう思考ができる方が増えていただきたいし、はいうん、反対意見というのをその陰謀論で封じ込めるというのは実はね、 世界的にななされたことなんですよ。はい、だから日本だけじゃないんですね。はいえー、でもそれは極めて非科学的です。それに対してやはり健全な科学的で論理的な反論ができるということがそれが究極的にはですね各人の命を守ること、はい、そして国益を守ること日本を守ることにつながるんですね。そういういいい人人材1人でも増やしてたただき